にちは、なほねえです。すごく久しぶりの録画になるんでちょっと緊張してしまいますが、実はですね、ずっと結構動画を撮りためていたんですけれども、 YouTube にアップロードできないという事件がありまして、今日はそのお話をちょっとさせていただこうかなと思います。実はですね、私は iPhone を使ってるんですけど、 iPhone のストレージがいっぱいですっていう感じの表示ってたまに出てきますよね。だいたいこの、私は1年ちょっとぐらい使っているんですけれども、なるべくちょこちょこ動画や、写真など削除したりとかね、不要なアプリとかを削除してたんですけれども、なんかね、それ削除しても削除しても結構128にしてるからいっぱい入るはずなのに、なんか全然ダメですってなっちゃうなと思ったんですよ。でストレージのところを確認してみたらですね、なんと YouTube のアプリが128ギガのうちの90何ギガ使っていたんですね。ください。はい。で、これ90何ギガって、でも YouTube に上げたら、私はスマホに入ってる動画は削除して全部消してるんですね。なのに、ここのね、90何ギガっていうのは一体どこに何が溜まってるんだいってなって、でちょっといろいろな人にご相談もしたんですけれども、ある方にですね、それは一回、いろんなやり方があるみたいだけれども、YouTube でその容量がいっぱいになっちゃったらね、一回 YouTube を削除してもう一回、アップロードっていうかこう入れ直せばいいんだよって言われたんですけど、スマホからアプリを消しちゃったら私の YouTube も消えちゃうんじゃないのってちょっとよくわからなかったんですけど、いやいやいや、スマホから消すだけだったら、YouTube の方にはなほねえのアカウントは残るから大丈夫って、じゃあやってみせてあげるよって、その優しい方はね、やってみせてくれたんですよ。で確かにその何ギガから何メガぐらいにすごい下がって、すごい軽くなったっていうから、じゃあなほねえもやってみなよって言われて、でもなんかちょっと怖いんだけど、もし戻ってこれなかったらどうすんのと思いながらも、一応ですね、パスワードを確認して一回ログアウトをしてもう一回入る練習みたいなのをすれば大丈夫かな。いやでもいきなりスマホでやるの怖いから、じゃあ iPad で一回やって練習してからにしようかななんてごちゃごちゃやってたんですけど、とりあえず Google のアカウントのパスワードが分かって、で一応メールアドレスとかね、住所は関係ないか、メールアドレスとかそこら辺の情報をちゃんとインプットしていればなんとかなるかなと思って、で昨日の夜ですよ、意を決してですね、この90何ギガあったらもう全然使えないから、もうこれを一回消すんだと思って、勇気を持ってポチッとねポチッとしました。そしたらですね、なんと、はい、こちら、なんとこんだけ軽くなりました。ギガじゃないですよ、一番上のとこなんとか MB って書いてあるからね、メガバイトですね、だいぶ減りました。でこのやり方を多分知らない方もすっごくたくさんいると思うので、今回私は YouTube でやりましたけれども、他の、アプリとかでも有効だと思いますので、よかったらお試しにやってみてください。その時はね、必ずパスワードとかね、自分の例えば、インスタとかだったらアカウント名とかをちゃんと控えて、ちゃんと戻ってこれるように確認してね、一回削除してからもう一回アップストアでその YouTube なりのアプリをもう一回入れますって、なんかクラウドマークみたいになってるんで、そこをポチッとすればいいと思うんですけれども、もしねスマホが重たくて全然容量が、足りないっていう場合なんかは、そういったやり方もあるよというので、ぜひお試しになってみてください。はい、
これでね、やっと動画もバンバン出せますよ。それでは今日はこの辺で、チャオチャオ。おかわり、タッチ、アクション、アゴー。